本日はね、猫動画ということでちょっと出してみたいと思いますね。今猫がねそこで寝ていたんですけど、起きてしまいました。でまあこれからね猫の耳掃除をやろうとは思うんですけども、まあそういうことをやりながらね何て言いますか、この猫の保護活動というものについて少し話させていただきたいということなんですね。でこれは私のところの猫なんですけど、拾ったんです。で自分家のね前の空き家廃墟の中で生まれていた子猫を7年か8年前に拾ったんですよ。でまあ今のところ猫は育っているところですね。それでこういった動物系の YouTuber の方たちも大変ブレイクしておられて、私もですから猫動画本当は出したかったんですけど、今まで遠慮してた理由が、よく喋ってるんですけど、これ片目がないんですね。で非常に見た目が悪いと、ビジュアル的に問題あって、その閲覧注意というか苦情が出るんじゃないかなと思ったんですね。気持ち悪いもん出すなっていうね。だから僕はこの猫は自分が作業してるとよく寄ってくるので、たまに動画に映るんですけど、なるべく後ろ姿だけ映すようにはしてたんですわ。でやっぱりその不快なものをねわざわざ見せるなっていう、そういう苦情を恐れていたんですね。今これちょっと遠巻きに見てますけど、皆さんの方から見て左手ですね、要するに右目がないわけです。でおそらく子猫の、ね、拾った時ちっちゃい子猫でしたけど、歩けるぐらいの子猫だったんです。やっと歩くぐらいのね。その時からもうないんですね。で、片目しかないっていうことで、僕もこの、なんていうかな、出すのを、ためらうというか、なるべく出さないようにしようとしてたんです。で、最近考え方が変わりまして、いや、それって、障害のある、なんていうかな、動物とか人たちに対する、逆に偏見じゃないのっていうふうに思うようになったんですよ。突然ですけどね。よっちょ。今三脚を立てまして、よっこしょっと。三脚を立てて、ちょっとカメラを覗いていますが、うまく前傾が入っているのかをちょっと確認します。多分ね、これで映っていると思うので、これから作業に入るんですけど、とにかく耳掃除をやる前に一言私が言いたいのは、障害のある猫とか動物が、本当に保健所で殺処分されてですね、特に出てくるのはペットショップからです。で、別に私がそういう意図的な保護活動をしているとかそうはなくって、たまたま自分家の前でね、拾ったもんで、こうやっているんですけど、とにかく、言いたいことはですね、ペットショップで30万円とか50万円で売られている犬や猫がいる、傍らですね、ひたすら繁殖のためにボロボロになってしまっている、犬猫がいて、その猫たちは、犬猫たちは、ボロボロになり、心身が消耗した状態で保健所で殺処分されていると。でまたたくさん生まれると奇形の障害の犬猫が生まれます。それらも殺処分されていると、その問題を本当に真剣に皆さん考えませんかっていうことが1点目で、2点目はそういう、不幸な犬猫を保護しまして、自費で病院に連れて行き育てたりしている人たちがいるということで、いっぱいそういう保護活動している方の動画が出ていると思うんですけど、私が見ているのは、ハチコタチャンネル、この方はまずコウタ君という半身不随の猫がおります。交通事故で、ね、半身不随になった猫ですね。その他もろもろ、ね、捨て猫など自費で、ね、本当に養っておられる若い女性なんですけど、本当にご自身のご給料とかをかなりつぎ込んでね、やっておられる感じが見えますので、皆さんぜひチャンネル登録をしてあげて、グッドボタンを押し、養子縁組にね猫を出されるときはぜひねお手伝いしてあげてくださいとお願いしたいですね。もう一つ、滋賀県長浜のニャンズカフェですね。ここは猫カフェなんですが、
私もね、猫カフェって実は行ったことないんですけど、いろんなタイプのがあるんですよ。それこそその30万とか50万するブランド猫ばっかりを並べて高級感を出しているような、そういう猫カフェと、この長浜のカフェはもう全然違いまして、本当にその野良とか殺処分寸前を引き取って、で訓練までして譲渡しているんですね。で特に動画の中で印象的なのは、そのやっぱりその長年野良やっとったやつらやもんで、そのこう怒ったり威嚇したり噛みついたりして、とてもじゃないですけど家庭で飼えるようなものではないっていうのを訓練をされてまで、その何ですか、譲渡までこぎつけるっていう、そんな努力して見えるもんですから、僕も一回この長浜、僕のところから行けますんで、長浜の何だったっけ、今なんか名前すぐ忘れちゃったんですけど、ニャンズカフェですね。ですね。まあ、こちらの方も動画出してみるんで、グッドボタンを押し、登録もし、ご近所にお住まいの方はね、ぜひ、お手伝いしていただけるといいかなと思いました。はい。ということで、私のところのね、ちょっと耳掃除をやります。映ってますかね、画面から出ちゃったかな。これ三脚でね立ててるんでよくわかんないですけど、この辺かな、多分映ってますね。これでよしやってみよう。ここに頭が、よし、わかった、よし、ということで、どうですか、映りましたかね。とりあえずこれで終了しました。割と今日はね、おとなしかったですね。猫の耳は意外と汚くて、中に虫が湧いたりすることもあるんですね。ですからなかなかうまくやりづらい、爪を切るんだとかね、難しいとかいろいろあるんですけど、ね、こうやって時々、まあ、これは甘がみなんですけど、怒ったりもしますんで、ちょっと難しい技術ではあるんですが、猫を飼っておられる方はね、やはりたまには耳掃除をすることも重要だということと、あとやっぱり僕は食事療法ですね。カリカリの餌ばっかりやってると本当に栄養バランス狂ってきますんで、まあ、自分はね、まあ、肉はあんま食べないですけど、まあ、僕は食事療法やってるもんで、魚は食べるんですね。だから自分が飼ってきた魚の、まあ、一部をね、猫にやることにより、その食事療法、天然の食べ物ですね。をこう、なんていうか、与えることにより、てて、元気になりますよね、そういうことやると。ですから、なんていうんですかね、まあそういう感じで健康をね、なるべく病院には行かずっていう、健康を保つようにしてますね。はい、ということで、今日は、いて、まあ、何が痛かったかと言いますと、まあ、これは、まあ、人それぞれのお考えなので、強制はできませんが、僕は保健所で殺処分されるような犬猫はいっぱいいるので、ぜひね、そんなペットショップで50万するというやつね、ブランドのやつじゃないといかんっていう、そうじゃなくて、そういう猫一匹でも救っていただきたいというね、まあ、それはまあ、そうできる方はっていうことなんですけど、お願いしたいということと、もう一個はやっぱりね、その結局陰謀論になるんですけど、何でもブランドものにして価値を高め、それで儲けるっていうね、そういう風潮があるわけですよ。で、最終的にそれは、ナチスがやってきた優生学、一部の強者だけが生き残り、後のやつは奴隷か死んでもいいっていうね、そういう価値観に僕は繋がってくると思うんですね。
やっぱり自分もね、あの、このね、猫で、ね、見苦しいからもう画面に出さないじゃなくって、いや違う。あの、生命体としてのね、あの、権利はみんな平等なんだっていう、あの、そういうことをまあ自分も言わなきゃいかんっていうことで、まあ、いてて猫も活躍をしてくれっていうことなんですよ。まあ、活躍はなか知らんけど、あの、まあ、とにかく、あの、自分も、こういう、障害猫を、あの、隠すのではなく、あの、なんていうかな、堂々と出して、あの、障害があろうが、あの、健康であろうが、ああ、命としての尊厳は平等だっていう。それが5次元、これから私たちが目指す世界なんだってね。それが嫌な人は3次元地球ね、古い、その今まで通りのね、戦争をやったり、争いやったりね、あの、もう本当に競争したり、憎しみあったり、喧嘩したりっていう、そっちの変な世界で、あと2万6000年、輪廻転生してくださいっていうね。まあ、最後にさて言ってきます。以上です。